先月の記録的な大雨で船形町では甚大な農業被害が出ています。今後の復旧対策を講じるため、今日県の担当者が船形町を訪れ、被害の現場を調査しました。先月25日からの大雨で農業被害は31の市町村で確認されていて、被害額は少なくとも60億円に上るということです。このうち船形町では主力作物のネギが浸水被害を受けました。こちらの佐藤さんの園地では農業用水路があふれ、およそ3トンのネギが泥水に浸かってしまったそうです。上から泥水が入ってしまって、病気が止まらない状況で全滅皆無に近くなってしまうんじゃないかというので、収穫を来月に控えていただけに非常に大きな被害を受けました。我々から見れば収穫が全てなんで、もうがっかり以上ですよ。特に被害が深刻なのはお米。こちらは船形町の三光堰、田んぼなどに水を供給する町で最も大きい農業用水路です。しかし川の氾濫などで水路がおよそ 1.5 キロにわたり土砂で塞がれ、合わせて570ヘクタールの田んぼ、およそ230の農家に水を送れなくなってしまいました。課題はこのトンネルに詰まった土砂の撤去です。1日最高4メーターぐらいしか人力では進めないというようなことで、重機を入れることもできないので、これはちょっと何日かかるかわからない。農業用水路の生命線とも言われる三光堰、町では現在は応急対応として、あちらの青いポンプを使って小国川から水を汲み上げ、80メートルのホースで三光堰まで流しているということです。今後7つのポンプを追加して水を送るということですが、水路の水の量の3分の1にも満たないそうです。これからは米の糖熟が進み、最も水が必要となる時期。厳しい暑さも相まって、米農家は生育に影響が出るのではないかと気が気ではありません。発災から少し時間が経って、さらにこう被害の大きさが明らかになってきたなと思っております。一刻も早い復旧に向けてできる限りのことをしなければいけないなと、改めて強く思ったところでございます。県はこのほか、尾花沢や庄内地域の農業被害も調査していて、早急な対応を検討するとしています。はい。